こんにちは。子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。道は必ずある、諦めず切り開こう。ガンガンやりましょう。変えようと思えばいくらでも変えられます。今日の話題はですね、児童相談所の責任の重さと職員の待遇の低さ。児童相談所の職員って地方自治体の職員で地方公務員なんですよね。職員の待遇は責任の重さに比べると低いんですよ。よーく考えてほしいんですけど、虐待を調査する、虐待あります、調べます、事件です、捜査します、警察的な役割ですよね。まあ、ここまで許せるんです。警察も地方公務員ですね。ただ地方公務員だけども警察官は警察学校とかしっかり出てますよね。しっかりと教育されたレベルの地方公務員ですよね。まずここ違うんです。児童相談所職員、そんな児童相談所学校なんかありませんから、全然簡単な講習受けただけで児童福祉士ですから全然問題外です。警察的な役割を警察レベル以下の教育しか受けていない地方公務員が行っている。まずここ問題ですね。次、一時保護の決定。一時保護ってこれ拘禁ですよね。いわゆる憲法第34条の拘禁状態に当たると。この決定できるのって裁判所ですよね。決定、裁判所的な役割を地方公務員にやらしてるんですよ。国家公務員、しかも司法試験合格してなきゃいけないレベルの、その仕事をやらしてるんですよ、地方公務員に。これも問題ですよね。レベル、職員の待遇のレベル低すぎますよね。で、職員待遇低いから職員のレベルもそれなりですよね。今児童相談所の所長をやられてる方で国家公務員のこの司法試験突破できるレベルの方いらっしゃるんでしょうか。ほとんど皆無ですよね。少なくともこの千葉県の我が管轄の市川児童相談所、全然国家公務員レベル、司法試験突破レベルではありませんね。これがまず問題。保護解除もこれ、まあ同じですから、これも裁判所的な判断ですよね。もうこれも国家公務員、司法試験レベルじゃなきゃいけないですよね。もう裁判と一緒ですからね。保護解除、保護解除決定、要は裁判、裁判レベルですよね。裁判するのと同じなんですよこれ。それを判決が出て、はい、解除しますと、もう大丈夫ですと、これも国家公務員レベルですよね。保護者からの情報を児相内の会議に上げたりしますよね。面談して上げた情報を会議に上げる。いや、保護者からの情報、この調査も警察的な役割なんで、警察学校出てるような倫理道徳をしっかりと勉強したものが行わなきゃいけないんです。無理です、今の児童福祉士にそんなレベルの方いませんね。ほとんど教育がなってないんで、むしろ警察官を児童福祉士に入れた方が間違いなくいい仕事をします。同じ地方公務員でも警察官と、きっちりそういう警察学校とかで教育を受けた警察官の方と児童福祉士の方、全くレベルが違います。教育が違うんです。教育のレベルが違います。したがってそういった情報を、警察的な役割をまともにできないレベルの方が挙げた情報を会議に挙げて、会議に挙げるというのがこれ検察的に裁判に挙げるようなもんなんで、会議が要は裁判のような感じなんで、検察的な役割ですよね。検察官って司法試験レベルですよね。国家公務員の中でも検察ですよね。検察官みんな司法試験通ってますよね。それを
一地方公務員にやらしてるんですか。問題ですよね。そんな責任の重いことを地方公務員にやらしてる。これただの地方公務員なんですよ。専門に1年2年教育を受けたものをここに配置してるのではなく、普通の地方公務員、簡単に研修を受ければ対応してくださいというレベルの職員を、こういった国家公務員レベルの仕事、あるいは警察のような地方公務員でもしっかりと教育を受けなければなれない重要な仕事、警察官、外勤の警察官の方、拳銃持ってますよね。そういった役割の方にはしっかりと教育を受けてもらってますよね。そういったものなしで一地方公務員にやらしてるんです。これが問題なんです。職員の待遇があまりにも低すぎる。責任が重いくせにして職員の待遇低い、なんだこんなのって。当然ですよ、このレベルの方がこの今の待遇でやってくださいって言ってもボランティアですかと、こんな給料じゃやってられませんっていう方ほとんどなんじゃないですか。お金じゃないんだ、この児童福祉のために頑張りたいんだっていう、こういうレベルの方がたまたまいらっしゃったらそういうこともあるかもしれないんですけど、現状の千葉県の児童相談所所長さん見てもそんな感じ一切ないですね。こんなレベルの方じゃないですね。地方公務員レベルですね。地方公務員レベルの方がこんな責任の重い仕事をやらされている。で、待遇は当然地方公務員レベル。これが問題だと。地方公務員になんでこんな重い仕事、責任を押し付けてんのか。だから私は第三者をここに入れましょう。責任を地方公務員に押し付けるなと。責任を分担させましょう。あるいは児童相談所所長は選挙、簡易選挙、みんなで選んだ人を所長にするとか。もうダメですよね。これ責任重すぎて普通の地方公務員じゃできないです。無理です。今の所長さん見てたら分かりますよね。無理です。能力的に無理です。裁判所のこんな国家公務員的な役割できるようなそんなレベルの方いらっしゃらないです。本当に国家公務員レベルじゃないとダメですよ。これ普通の教育を受けたようなレベルじゃダメなんです。この司法試験ですとか警察学校とか、このレベルの方を据えないから責任の重さに耐えられない、優秀な人材が集まらない、この問題点をどれだけの方が把握しているか。だから児童相談所ダメなんだと、機能しないんだと。機能しない理由は責任が重い割に待遇が悪い、これに尽きるんです。待遇が良ければ責任が重くても優秀な人材は集まります。待遇が良ければ国家公務員レベルの人材が集まってきます。公表してください。この待遇を良くしてその待遇の良さをアピールしてください。そうすれば優秀な人材が集まってきます。その責任の重さを認識し、その責任を自覚し、責任を背負い、しっかりやってくれる人材が集まってきます。逆にそれで責任を負わない人間は糾弾されると、国民に糾弾されるという状況です。今のこの待遇の低さでは責任の重さに割に合わないんですよ。
当然ですよ。おかしいでしょ。なんでこんな、要はほとんどだって一時保護とかこんなの保護者にとって死刑宣告してるのと同じなんだよ。こんなの子供が奪われた保護者の方ってもう自殺しようってそんなレベルの精神状態に追い込まれますよ。それを決定する死刑判決するような裁判官がこんな待遇で許されますか。さらに言えばこのお父さんお母さんをこうやって有罪無罪死刑判決死刑執行してるようなもんですよね。どうですかこれ。こんなでいいんですか。もうここのところにしっかり踏み込んだ話をしてる人見たことないんですけど、これおかしくないですか。国家公務員と地方公務員住み分けするのに児童相談所はなんでこんな重い仕事してるのに地方公務員なんですか。なんで地方自治体にくっついてるんですか。これ国の直属にすべきですよね。地方自治体じゃなくて国が管理すべきですよね。国が一元管理してかつそうすれば児童相談所も児童保護施設も里親制度も全部全国で共通して使えますよね。空いてるところが有効活用できますよね。そういったことから考えてもこの地方自治体で分けてる状態が責任の重さと待遇の低さ、ここでもう破綻してます。この状況をしっかり確認して、ただ今の状況でこの人材このレベルなのにいきなりこれを国家公務員にすると破綻します。だって人材がおかしいんですよ。国家公務員レベル、この司法試験突破したレベルの所長がいないんですもん。そっから始めてほしいんですよね。なのでもう所長レベルは厚生労働省からの天下りでもいいんじゃないですか。そのままでもいいんじゃないですか。そっちの方がまだいいかもしれないですよ。とにかく全然これお話になりません。この地方公務員のこんなレベルでこのような重要な決定されてははっきり言って話になりません。私が直接会話をしても全然全く話になりません。理解してないです。法律も理解してないです。もう人道的にもどういう状況かとても対応できるとは思いません。こんなんでは子供たちがかわいそうです。しっかりと変えていく、それが大事です。はい、それでは今日はここまでで。